124パウンド、幕内一本。挨拶ぐらいしんかい。あ、はい。なおこの試合は幕内選手のデビュー戦であります。よろしくお願いし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 ます。えーめー、挨拶気に入ったぞ新人、頑張れよ。両選手中央へ。反則は十分気をつけるように。特にバッティングとローブローは厳しく取っていくからね。そんなに睨んだってダメだ。僕だってビビりっぱなしじゃないぞ。お、睨み返してるぜ。あの野郎意地見せてんじゃねえか。よし、少しは気合い入れて応援してやるか。いいぞ一方、そのまま睨み殺せ。まだまだ迫力が足んねえぞ。そうだ、ビビることねえ。なんたっててめえのチンチンはヘビー級だからな。俺様を信じろ、でかい方が勝つ。なんて下品な応援なんだ。それぐらいで勘弁してやれ。せっかくのデビュー戦なのに。気にするな、勝てばいい思い出じゃ。チャンスがあれば速攻で行け。じゃがガードは下げるだよ。はい。ラウンド1。よし、負けるもんか。少しは緊張が解けたか。負けられねえ。ここで負けたら全て失っちまうんだ。俺は絶対に勝つ。よし、いい気合の乗り方だ。よし、避けられた。体の調子はいいみたいだ。なんて右だ。織田のやつペース速すぎやしませんか。またスタミナ切れしまうんじゃ。心配いらねえ、見ろ、いいコンビネーションだ。どうした新人、手出さなきゃ勝てねえぞ。織田の野郎やけに調子いいじゃねえか。ああ、パンチが走ってやる。出鼻をくじかれたな。だがパンチは見えてるようだな。だんだん慣れてきたぞ。なんだこいつのパンチは。ガードをぶち壊して入ってきやがった。よし、だカウンター食らってどうすんだよ。ガードが下がってんだよ。耐えた。奴の強打は本物だ。2ラウンド目も打ち合いに出てくるぞ。いいか、絶対に引くんじゃねえぞ。同じファイター同士だ。逃げた方が負ける、汚染だ。望むところだぜ。敵もやりおる。いいか、打ち合いを制するのは気迫じゃ。奴がプレッシャーかけてきたら倍の気迫で押し返せ。いいな。はい。ラウンド2。打ち合いは俺の得意分野。ひよっこにプロの厳しさってやつを教えてやるぜ。その息だ。相当効いてるだろうに、いい突っ張りだぜ。気力が充実してる証拠だ。打って打って打ちまくるんだ。気迫だ、気迫で押し返すんだ。くそ。ボディへの2連打か。かなりインファイトをものにしたな。織田の野郎、あのボディよく耐えてるぜ。結構もらってんのによ。お前らがゲロ吐いたやつだな。知ってたんすか。当たり前だ。それよく見逃すなよ。織田がコーナーを襲いかけてやる。手数は一緒でもパワーの差が出始めたな。追い詰めた。いけバカ野郎。さっきと同じじゃねえか。来やがれ。あんなに打ち続けてるのにスタミナがないなんて嘘じゃないか。オーダー、何やってんだ。回り込み、コーナーから逃げるんだ。あいつボディが来て足が。来いよ。弱気になるな。オーダーさんだって苦しいはずだ。残りの体力を全部つぎ込むつもりで攻めるんだ。
そうか。まだまだ。ダウン。やった。よっしゃ。このまま終わるわけにはいかねえ。あんなに走り込んだのはなぜだ。何のために必死こいてきたんだ。6、7、取った。ダメだ、勝てねえ。あいつがあれだけ絶好調で試合に臨んだのも、こんなに根性を見せたのも初めてだったのに。チキショウ、よりによってなんて新人に当たっちまったんだ。神様、最後のリングかもしれねえんだ。根性なしなんて言われたまま終わってたまるか。チャンスだ、KO チャンス、絶対ものにするぞ。ボックス。うわっ、かすっただけか。脅かしやがって。え、なんだ。ドクター。さっきの右フックか。やばいな、ここでドクターストップがかかりゃ TKO 負けだ。おかしいな、俺の占いじゃ大吉だったのに。なあ、はい、ねえ。え、恐ろしい、また当たりやがった。ああ、ドクター戸惑ってますね。圧倒的に小僧有利な状況じゃったからな。再開してくれ。幸い筋膜までは達してないようだし、とりあえず再開するが、また傷口が開くようなら即座に中止だ。いいね。はい。よし、氷袋用意しとけ。それと浴びてんじゃ。ボックス。スタート。第2ラウンド終了。会長、この血止まりますか。この日のために一生懸命やったのに、こんな負け方なんて納得できませんよ。心配するな、止めてやる。じっとしてろ。今傷に秘密の薬を塗ってやる。よし、浴びてもお詰め、上からアドネラリン軟膏、そして仕上げに。どうじゃ。止まった。さすがジジイだ。最後のは一体何だかわからねえが、カットマンとしても超一流だぜ。ありがとうございます。血を止めるのはカットマンの仕事よ。だがな、それ以上傷を広げぬようにするのはボクサーの仕事じゃ。傷が開く前に織田の野郎を倒してこい。はい。あのダウンからよく立った。負傷した相手には気の毒だが、これはおめえの根性が呼び込んだチャンスだぞ。そうだ、チャンスだ。しかもラストチャンス。ラウンド3。足もそろそろお釈迦だな。3ラウンドか。今までの俺ならとっくにヘロヘロだろうが、今日は違うぜ。次で決めさせてもらう。ドクターストップで TKO 負けなんて嫌だ。撃たれる前に倒すんだ。出血が先か倒すのは先か。どっちにしろこのラウンドで決まる。ボックス。これはさっきのダメージが残ってるぞ。一気に行け。今左目を狙われとるぞ。離れて戦うな。チェー、食いつけ。あの野郎、せこいで使いやがって。レフェリー、早く解き上がれ。ブレイク、離れて。しまった、ガードを固めていたのに。バックス。下がるな、つけ込まれるぞ。これ以上はまずい、止められちゃう。左のガードは下げられない。まずいな、左を封じられちまった。左で間合いを図らなきゃ右は当たらねえ。ジャブさえ打てれば突破口が開けるんだが。ダメだ、なんとかしなきゃ、なんとかしなきゃ。もうダメだ、止められちゃうよ。そんなの嫌だ。何、サウスポースタイルだと。
ダメだ、止められちゃうよ。そんなの嫌だ。何？サウスポースタイルだと？諦めるもんか。一か八か、これで勝負だ。こいつそこまでスイッチしようと。無茶だろ。いや俺は好きだぜ、こういう賭けは。小田さんが来たら右ジャブで動きを止めて左ストレートで勝負だ。来た。あれ、こいつ自分で打って驚いてやがる。なんかしっくり来ない。そんなジャブで止まるかよ。頼り引っ込めたてめえなんざ怖がるんだ。どうやら思いっきり恨めっちまったか。ストップだ、早く止めろ。まだじゃ小僧に力むな。こんな状況で力むななんて。なんでうまく打てないんだ。ジャブは僕が初めて覚えたパンチなのに。初めて。いいジャブだったぜ。そうか。まずい。ストップだ。ダメか。そうだった、ジャブはとどめだ。そこじゃ左ストレート。バカだ。よし、勝った。俺、ロケットストロンで挨拶してこんか。はい。デビュー戦おめでとう。次も頑張れよ。はい。ありがとうございました。どう？ KO 勝ちの気分は？いや、まだピンとこないですよ。無我夢中だったし、なんかどさくさに紛れて勝ったみたいだし。いいぞ、マグロジー、新人を取れよ。また応援に来るからな。どうもありがとうございます。初めて青木の占いが外れ、結局右ジャブ一本で倒しきっちゃったよ。一体何発連続で入ったんだ。まったく、そら恐ろしいパンチだぜ。しかし勝負は紙一重だった。まだまだ甘いな。もっと強くなってくれなきゃ面白くないぜ。